ジャスティン・ライアン・セラーズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ベルフラワー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴホワイトソックス参加所属。父親のジェフも、ボストン・レッドソックスに所属した元メジャーリーガーである2005年の MLB ドラフトで、オークランド・アスレチックスから6巡目指名を受け入団した。2009年2月2日に、 マイケル・ワーツとのトレードでリッチー・ロブネットと共にシカゴ・カブスに移籍。その後、4月2日にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2011年8月12日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビューを果たす。2012年は故障の影響もあり、前年よりも出場試合数は減少したが、5月の試合で観客席に飛び込みながらファウルフライを候補した。 2013年1月、カリフォルニア州サクラメントにおいて、バイクで暴走行為をした疑いで逮捕された。2014年2月22日に、エリスベルアルエバルエナの加入に伴い、戦力外となった。2014年3月2日に、金銭トレードで、クリーブランドインディアンスへ移籍した。2014年10月25日に、ピッツバーグパイレーツへ、金銭トレードで移籍した。 2015年7月25日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ降格した。2015年7月30日にトレードでシカゴホワイトソックス参加トリプル A 級シャーロットナイツに移籍した。ありがとうございます。